バーミリオンはアメリカ合衆国サウスダコタ州南東端に位置する都市。同州最大の都市スーホールズの南約1 0 0キロメートルに位置する。ラコタ語での名称はウェイスイズといい、これは種が得られた地を意味する。人口は1万571人。バーミリオンに軍長を置く、クレイ軍一軍のみでなる小都市圏は人口1万3864人を抱える。 地域は、ミズーリ川の支流の一つである、バーミリオン川北岸の貸しン球場に広がる。トウモロコシ、大豆、アルファルファ等を産出する、この地域の農業の中心地であるとともに、州最古の高等教育機関である、サウスダコタ大学の大学長でもある、ルイスとクラークが登った、スピリットマウンド。現在のバーミリオンから北へ、約10キロメートルにある。2002年に、 スピリットマウンド歴史草原として、州立公園に指定された。今日のバーミリオン市がある。この地には、白人による入植が始まる前には、ヤンクトン数族が住み着いていた。彼らは、夏の間は、風通しの良い崖上に住み、冬になると外下に降りて、風雪をしのいだ。彼らの墓地は、崖線に沿って作られていた。1804年、メリウェザー・ルイスとウィリアム・クラーク。 およびその探検隊一行は、現在のバーミリオン市にほど近い、バーミリオン川が、ミズーリ川に注ぐ合流点にやえし、そこから、スピリットマウンドへと向かった。その後、罠漁師や毛川交易人が川を行き交うようになり、コロンビア毛川会社がこの地に交易所を設けた。1843年には、ジョン・ジェームズ・オーディボンが豊富な野鳥を求めてこの地を訪れた。 1844年8月8日、この地に初めて入植した白人は、イリノイ州を追われてミズーリ川を登ってきたモルモン京都であった。十分な食料もないままこの地にやってきた彼らは、この地で豊富なバッファローの肉と蜂蜜を得た。1846年には、モルモン京都たちは穀物を得るべく、この地に大きな農場を開いた。その後まもなく、彼らは、 ミズーリ川を降り、オマハの近くから精神し、1847年7月にユタ州へとたどり着いた。1859から60年にかけて、ヤンクトン数族はこの地を追われて、連邦所有の土地へと移住させられ、ダコタ淳州への入植者の移入が始まった。この頃の移入者には、北欧系が多かった。クレー軍の南西部には、ノルウェー系が、軍中部には、スウェーデン系が、 北部にはデンマーク系が、そして東部及び南東部にはアイルランド系やフランス系がそれぞれ住み着いた。1862年には、順州とヤンクトンで第一回順州議会が開かれ、その結果サウスダコタ大学の創立が決まり、同学がバーミリオンに置かれた。1873年にバーミリオンは町として正式に法人化し、その4年後、 1877年にバーミリオンは市に昇格した。しかし、1881年3月末から4月中旬にかけて雪解け水に起因する洪水で市の大部分が被災した。水が引くと市はすぐに復興したが、この時の教訓から市街地は崖状の高いところに作り直された。1908年の大統領選では、 ウィリアム・タフトとウィリアム・ジェニングス・ブライアンの両候補がサウス・ダコタ州を鉄道で遊説しヤンクトン・ア・ミッチェル等を回りバーミリオンでも演説を行った。1926年にはジョン・フィリップ・スーザの指揮するスーザ吹水槽楽団がサウス・ダコタ大学のスレーグル行動で講演を行った。バーミリオンは 北緯42度46分46秒、整形96度55分45秒、北緯42.77944度、整形96.92917度、42.77944-96.92917に位置している。州の最大都市、スーホールズからは南へ、約 100km、アイオワ州、スーシティからは北西へ。 約5 5トル、ネブラスカ州オマハからは、北北西へ約2 0 0トルである。アメリカ合衆国国勢調査局によると、バーミリオン市は総面積10.44平方キロメートルである。その全域が陸地である。地域は、ミズーリ川の支流である、バーミリオン川北岸の河ン球場に広がっており、市中心部の標高は373メートルである。 ネブラスカ州との宗教になっているミズーリ川の河シエは、最も市に近いところで、市中心部から南西へわずか4キロメートルである。バーミリオンの気候は、寒さの厳しい冬と、時折蒸し暑くなることのある夏に特徴づけられる、大陸性の気候である。最も暖かい7月の最高気温の平均は、摂氏30度を超えるが、最低気温は平均摂氏17度まで下がり、 平均気温は摂氏24度である。最も寒い1月の平均気温は氷点下摂氏7度、最低気温は平均氷点下摂氏13度まで下がり、日中でも氷点下摂氏1度程度までしか上がらない。降水量は初夏、夏季の5月から7月にかけては多く、月間80から95ミリメートル程度、逆に冬季の12月から2月にかけては少なく、 月間12から18ミリメートル程度、その他の月は月間30から70ミリメートル程度である。また、冬季の11月から3月にかけては月間13から16センチメートル程度の降雪が見られる。年間降水量は630ミ、mm、リメートル程度、年間降雪量は85センチメートル程度である。欠片の気候区分では、バーミリオンは中西部に広く分布する亜寒帯。 出巡機構に属する。クレイ軍長舎バーミリオンは1966年以来、シティマネージャー制を取っている。市の政治体である、市議会は市長及び8人の市議員からなっている。市議員は市を4つに分けた、選挙区から2人ずつ選出され、その任期は4年で、2年ごとに半数が改選される。市長は、全市から選出され、その任期は4年である。市議会は、 シティマネージャーを雇い、市政府運営に関わる幅広い権限を与える。市の立法機関である市議会が条例や政策を制定するのに対し、それらの条例や政策を実際に施行するのが市の行政実務の最高責任者たるシティマネージャーの役割である。市職員の人事を含む行政実務に加えて市のパブリックリレーションズもシティマネージャーの責務の一つである。 シティマネージャーは市議会への報告義務を負う。この他にも市長が市議会の合意のもとにその理事、委員を任命する様々な理事会、委員会が設置されている。図書館理事会はバーミリオン公立図書館の運営、サービスプログラムを監督し図書館長を任命する。都市計画委員会は長期的視点に立って都市計画を監督する。第一地区。 第2地区事業改善理事会は共に、それぞれの管轄地区における事業開発予算の使途について市議会に提言する。合同廃棄物処理理事会は、後日の合同廃棄物処理のコスト削減を図る。この他にも、市の歴史的遺産の保存を促進する、歴史保存委員会、市民及び訪問者の人権を守る、人間関係委員会、住宅局を監督する、 バーミリオン住宅局理事会、市の緑を維持し、適切な植林を促進する緑化理事会が置かれている。1994年、バーミリオンは廃棄物処理の効率化のため、クレー軍、ヤンクトン市、及びヤンクトン軍と廃棄物処理施設の所有、運営、及び予算を共同で受け持つ協定を結んだ。この協定の下バーミリオン・ヤンクトン領市は、 夏季の廃棄物処理施設を共同で用い、廃棄物処理にかかる予算も分け合っている。また、これらの施設では、ユニオン郡、エルクポイント市、及びセンタービル市からも、この合同廃棄物処理機構の顧客として廃棄物を受け入れ、処理している。バーミリオンに最も近い商業空港は、アイオワ州、スーシティの中心部から南へ、約1 1トルに立地する。 スーゲートウェイ空港でバーミリオンの中心部からは車で約40分である。この空港にはアメリカン航空によるシカゴヘア国際空港からの便が1日3便、ダラスフォートワース国際空港からの便は1日1便、就航している。デルタ航空及びユナイテッド航空の便はバーミリオンから車で、 1> 約1時間のスーフォールズ地域空港か約2時間のエプリエアフィールドに発着する便を使うことになる。バーミリオン側の南岸、地域のすぐ南に隣接する市営のハロルド・デイビッドソン・フィールドはゼネラルアビエーションと呼ばれる自家用機やチャーター機等の発着にもっぱら使われる空港で定期旅客便は就航していない。バーミリオン市内には週間高速道路は通っていないが、 市の東約 10km を I-29 が通っており、市とは4車線の修道5 5号線で結ばれている。I-29 は機体は、スーフォールズ・ノース・ダコタ・州ファーゴを経て、カナダとの国境へ、また南へは、スーシティ・オマハを経て、ミズーリ州カンザスシティへと通ずる。修道5 5号線は、バーミリオンから西へはヤンクトンへと通じている。障害者支援を、 主事業とするセスダックはバーミリオン公共交通として利用者の依頼に応じてバーミリオン市内や周辺は元よりヤンクトンやスーホールズへも走るデマンドバスを運行しているこのデマンドバスの本部ではグレーハウンドと提携しているジェファーソンラインズのチケットも取り扱っているただし同社のバスが実際に停車するバスストップはその3ブロック東1ブロック北 サウスダコタ大学キャンパスのすぐ西にあるマクドナルドの店舗に併設されている。このバスストップにはスーホールズ方面とスーシティ、オマハ方面とを結ぶバスが停車する。サウスダコタ大学サウスダコタ大学は市中心部のすぐ北東に274エーカーのキャンパスを構えている。同学はダコタ巡州時代1862年に創立した。 周最古の高等教育機関である。同学は、教養、経営、教育、芸術、保険の語学部、及び、州唯一のロースクールメディカルスクールを含む、大学院を有する、州立総合大学で、学部で200以上、大学院で70以上の専攻プログラムを提供し、学部に約7600人、大学院に約2400人の学生を抱えている。加えて、 同学は、スーホールズにコミュニティカレッジを置いている。2001年、ホタル商科大学は、同学と学生交換協定を結んだ。同学のスポーツチーム、雇用手図は、男子6種目、女子10種目で競っており、ほとんどの競技において、n c w エディビジョン I に属する、サミットリーグのミズーリーバレーフットボールカンファレンスに、ところ属している。 サウスダコタ大学は US ニュースワールドレポートの大学ランキングでは全米の総合大学の中で250位前後という評価を受けている。バーミリオンにおける K12 課ほどはバーミリオン学区の管轄下にある公立学校によって主に支えられている。同学区は小学校2校、中学校1校、高校1校を有し約1200人の児童、生徒を抱えている。 市中心部の東端に立つエディスビー、シングリストバーミリオン公立図書館は、もともとは1903年にアンドリュー・カーネギーより総額1万ドルの寄付を受けて建てられたもので、それ以来バーミリオン市当局のサポートを受けてきた。現在建っている図書館は、1978年にもともとの図書館の隣に新築されたものである。国立音楽博物館。 ダコタドームサウスダコタ大学は、市の文化の中心でもある。キャンパス内に立地する国立音楽博物館は、古楽器から現代楽器まで、ストラディバリウスをはじめとする貴重な楽器から、世界各地の民族楽器に至るまで、1万5000点以上の楽器を所蔵、展示している。同館は、ニューヨークタイムズ市でも、音楽のスミソニアンと紹介されている。なお、 2019年11月現在、国立音楽博物館は増築及び改修のために閉館しており、再開館は2021年の予定となっている。同じくサウスダコタ大学のキャンパス内には WH オーバー博物館が立地する。同館は動植物の標本や化石、鉱石など、サウスダコタ州の自然史及び文化史に関する事物を所蔵、展示している。 キャンパス内には、ダコタドームという多目的アリーナも建っている。1979年に建てられた最大1万席を有する、このアリーナは、サウスダコタ雇用手図のフットボール、陸上競技、及び競泳、飛び込みの各チームの本拠地となっている。また、雇用手図の試合の他には、このアリーナは、高校フットボールの集大会決勝や、ダコタ農業賞などのイベントにも使われている。 以下に、バーミリオン市における1880年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。なお、バーミリオン小都市圏は、クレイ軍一軍のみからなっている。バーミリオンは、以下一都市と、姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。